風の吹くまま、気の向くまま、何を見るかは才能次第。映画バクトの看板しょって歩いてみせますシネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラー。ここからは毎週サイコロで見に行く映画を決め、良い映画だったら、たとえ関東では新宿バルトナインだけ、しかも現在深夜1回のみの上映という作品でも積極的に激推ししていく方眼美意気型映画評論コーナー、ザ・シネマハスラー。先週振った際の名画はこちら、アメリカンティーン。アメリカ・インディアナ州で生活する本物の高校生たちの日常を折り、ティーンエイジャーのリアルな生活を伝えるドキュメンタリー作品。くたばれハリウッドの女性監督ナネット・バースタインが約1年の歳月をかけて撮影し、5人のティーンエイジャーたちの生々しい人間関係を描き出したということで、本当念願の課題作品で、ずっとこの作品、このコーナーで押したくて、ね、才能目に入れるんですけど、なかなかね、当てらなくて、こう、P.S. I love you みたいなね。まあ、あれはあれですごい気合い入れましたけど、ということでね、私の気合が伝わったのか、随分いろんな、本当に関東では、新宿バルトナインでしかやってないんですけど、皆さんからいろいろいただいております。ラジオネーム、おっしょ山本さん、アメリカの高校生がやってることが混ぜてるなと思いつつも、内面的には日本の高校生と変わらないどころか、より純粋メイトの田舎が舞台であったからなんでしょうか。妊娠や死やドラッグや警察は出てこない、真の意味でリアルな高校生の物語だったと思います。とかですね、ラジオネーム、エキサイティングマックさん、アメリカンティーンですが、最高でした。ね。上映中は自らの青春時代を重ね合わせて泣いてしまい、見終わった後は、母さん、俺、もう少し東京で頑張ってみるよ。杉作さん的なね、ロバート・デ・ニーロに悩めなかったよってね、あれに出てきますけど、もう少し東京で頑張ってみるよと非常に前向きな気持ちになりました。名作ですとかですね、ラジオネームダークサイド1号さん、見てて、ものすごく息苦しいです。でも面白いですとかですね、おおむね、大絶賛ですね。すべてですよね。ラジオネーム、あつろうさん、ラジオネーム、わちこさん、ラジオネーム、はまんなかんさん、ラジオネーム、ハニバルさん、ラジオネーム、調子 A ローメロさん、ラジオネーム、あげだしさん、ラジオネーム、リッツァさん、みんな基本的に、アメリカンティーン、大絶賛、そして、ジャパニーズティーンについて、一言書かずにはいられないというね、これが共通しているところですね。ジャパニーズティーン問題については、後半に取り上げさせていただきたいと思います。ということで、アメリカンティーン、先ほどですね、説明した通り、くたばれハリウッドっていうのは、あれ2002年の映画ですか、2002年の出たあれで、ロバート・エヴァンズっていう、ゴッドファーザーとか、ある愛の歌とか、チャイナタウンとか、その辺の、映画のプロデューサーのロバート・エヴァンズっていう名物プロデューサーの、伝記がありまして、自伝を、映画化した。映画化じゃないですね。自伝をドキュメンタリー的に映画化したんですけど、このね、くたばれハリウッドとかにすごい顕著なんですけど、要するにその、彼がこう自分の人生を語るわけじゃないですか。で、その時のさ、その裏話的なことを話すときに、その場面っていうのはさ、実際には映像はないわけだから、要はこのくたばれハリウッドっていう作品は、まあ、ある意味コラージュ、ね、昔のいろんな映像のコラージュとこの人の独白を重ねることで、言ってみれば、その、取材対象の独白、語りを中心に、その、取材対象の主観、ね、主観的にリアルを再構築するという。まあ、そういう作品なんですよ。だから、くたばれハリウッド見た人わかると思いますけど、ドキュメンタリーっていうには、ある意味その別のリアルを、その、捏造してるに近いようなね。なんですよ。で、まあ、このくたばれハリウッド、オープニングでロバート・エヴァンズの言葉で、真実はそのいろんな側面があって、その僕のリアルとあなたのリアルと、そして真実とあるけど、どれも嘘じゃないみたいな、確信犯的なセリフが出てくるんですけど、そういう意味で言うと、この人はですね、ナネット・バースタインさんですか。意味では、主観的にリアルを再構築する。だからドキュメンタリーっていう手法を取っかかりにして、限りなくフィクション的な作品を作る作家だと思ってください。なので、今回のアメリカンティーンもですね、確かにアメリカにいる、田舎の高校生ですよ、中西部の田舎の高校生たちを本当に取材して撮っているドキュメンタリーですよ。それは間違いなくドキュメンタリーなんですが、その前に、実際ね、この作品はドキュメンタリーである以前に、アメリカ学園ものというジャンルね、アメリカ学園もの、青春学園ものというジャンルの中でエポックメイキングな、革命的な、そしてある意味究極の一本なんですよね。これどういうことか。アメリカ学園ものって、まあこれざっくり僕今ね、ジャンル分けしてしまいましたけど、一番その代表的なところ、作品群というのは、要するに、80年代にですね、ジョン・ヒューズという監督が、撮った一連の作品群が、まあ確立、したような、
感じですよね、ジャンルのあり方というのを。まあ、有名なところだと、モリー・リングウォールドという人が、主演した3作、素敵な片思い。あと、ブレックファストクラブ。ね、これは僕も曲名にしたぐらい大好きな映画ですけど。あと、プリティ・イン・ピンクとかですね。まあ、その辺の、80年代、ジョン・ヒューズ、監督作品とかが代表的なアメリカ学園ものというジャンル。どういうような作品群かというと、まあ、もちろんその青春ものなんですけど、学生が出てきて、特徴としてですね、そのアメリカ学園に特有の学校内ヒエラルキーをめぐる物語なんですよ。学校内の階層をめぐる物語なんですよね。もちろんその学校内の階層っていうのは社会のある意味反映ではあるんですけど、どういう階層かっていうと、例えば、運動部員ね、まあアメリカでいうとアメフトだったりとかバスケットだったりとか、運動部員っていうのはまあいわゆるジョックスと言われて、まあその学園に君臨してるわけですよね。ものすごいエバってて、まあ多くの場合いじめっ子だったりもすることもあるとかね。あとはその彼女にはそのチアガール的な学園の女王がいたりとかね。まあそれがその学園のものすごいこう上の階層としていって、で下層には例えばこう、まあいわゆる日本でいうオタクね、まあギークと言われるようなね、連中がいたりとか、もうちょっとそのボンクラ的なニュアンスの強くナード的なね、人がいたりとか、まあいろんなそういう、アメリカ学園特有の、まあでも、日本にもまあそれ同じようなのはそれあるでしょうと。ね。いじめっ子っぽい運動部員がいて、でオタクがいて、オタクとかがちょっと迫害されてたりとか、うん、ですごい華々しい女の子がいるかと思えば、クラスで全く目立たない女の子もいるとかさ、もう同じですよ、普遍的な話だけど、そのヒエラルキーが割とパキッとアメリカは書かれてるところを、まあ、はっきり描いたのが、まあ、ジョン・ヒューズの学園もの、一連の学園ものと言われてまして、その恋愛沙汰っていうのもあるんだけど、その学園内権力、学園内社会階層をめぐる物語、だったりするんですよ。で、まあ、そこでいろんな名作が生まれてね、要はその身分違いの恋があったりするわけですよね。学園の、もうものすごい花形の金持ちの子と貧乏であんまり目立たない子がこう恋になったりとか、あとはそのすごい超オタクが全然冴えないやつが頑張ってなんとか女物にしようとして頑張るとか、そういうところにドラマが生まれてたんだけど、そういうジョン・ヒューズの名作の数々、80年代の青春、物の数々、学園物の数々、まあ、2000年ぐらいになってからかな、一時期ちょっとね、リバイバル的にまたブームで、リメイクとかもいろいろされたりしてましたけど、そういう、あそこに描かれていたような、要するにアメリカ学園物に描かれていたような物語っていうのは、今回アメリカンティーンではっきりしたのは、全部本当だった。そして今でも変わらない普遍的な光景だったっていうね。本当に、例えばこのアメリカンティーンは本当にですよ、その1年間、高校3年生の1年間を実際にあった高校生たちの青春を描いてるのに、本当にその1年間の中で、例えば学園内でちょっとさ、ほら、なんだ、ロックが好きだったり、アートが好きな、ちょっと変わり者みたいな女の子、ね、決して学園の主流派じゃない女の子が、彼氏に振られて泣いてると、そこに、もう学園のスーパーヒーロー的なイケメンの運動部員が、君の美しさに気づいたみたいなこと言って、でお互い付き合い出しちゃったりって、そんなことあるみたいなのとかね。あと例えばそういう、学園のヒーローの、その例えばジョックス運動部員とか、あとは女王様的なね、そういうまあチアリーダーやってたりとかさ、そういう子たちにも実はそっち側の苦悩があるとかね。これはね、ブレックファストクラブでもその優等生には優等生のプレッシャーがあってみたいなことをさ、いう場面ありましたけど、それ本当にあるんだって。あとは例えばその、バスケ部の花形のね、もうエースの男の子がですよ、お父さんにね、僕はもうこの場面で本当泣いちゃったんですけど、お父さんに、お前明日の試合が勝負だぞと、明日の試合でスカウトが来ないとお前を大学に普通に入れてやる金はないから、奨学金をもらえなければ大学にやらせられないから、明日お前スカウト来なければ軍隊に行けね。でもそういう例えばさ、昔のさ、これはまあジョン・ヒューズものよりはもっと前だって、例えばアメリカン・グラフィティとか何でもいいですけど、そのもっと前の映画とかだと、60年代だったら70年代だったら、そこの背景にやっぱりベトナム戦争とかがあったりしてさ、例えばつまりその兵隊ね、この青春が終わったら俺は兵隊に行くっていうのはさ、まさにね、本当に実際に死と隣り合わせの兵隊なわけだから、それはさ、だから今そのバスケ部のエースがさ、スカウト来なかったら兵隊に行けっていうのはさ、イラクとかアフガンに行くわけじゃんよって思ったら、何気ないセリフなんですよ、すごい日常の会話なんだけど、ポロッとね、もういきなりそこで来ちゃったりとかね。まああとはそういうね、でもそういうこと言ってるお父さんとかさ、まあお母さんたちさ、その保守的で時にエキセントリックで、その主人公たち、少年たちからすればうざいんだけど、でも基本的にはこう愛情に満ちた、最終的にはなんかいい方向と言ってくれたりとかするさ、すごい人間臭い親御さんたちとかさ、そういうアメリカ学園ものに描かれた要素が
全てこの中に入ってて全部本当なんだよっていう。であまりにもこれがやっぱりその面白いすぎるし、そのアメリカ学園もののセオリーにバッチリ合いすぎてるから、これ本当っていうふうに思っちゃうぐらいなんですよ。これちょっとなんかやらせとか入ってんじゃないのって。でもやっぱりこれはね、ものすごい撮影の苦労もあったみたいだし、要はその、撮られてる側がね、この5人の子たちがさ、メインが5人の子たちなんだけど、その被写体の高校生たちが、カメラを信用してその自由に普通に普段通りに振る舞うようになるまで、信頼関係を築くまでにすごい時間かかって2ヶ月かかったとかさ、あとはセンシティブな場面を撮るときはカメラを自分だけにして、こう要するに監督だけがカメラ持って、ビデオカメラ持って撮ったりとかで、生徒たちと信頼関係が築けてきて、割と自然に本当撮れるようになったなってなってから、カメラクールを増やしてよりいい絵を撮れるようにしたりとか、 すごい工夫してるんですよ。でだからそういうのがあるから、おいおいおいお前カメラの前でそれやっちゃうみたいなことも撮れてるんですけどね。とその撮影の苦労もあるし、あともう一つね、これはもうね、僕二度見て本当はっきり分かりましたけど、もうね、編集、あと撮影なんですけど、撮影と編集がもう驚異的にうまいんですよ。だからあんまりそんな不自然なとこ撮らなくても、編集がすごいうまいから、やっぱそのままでドラマになってたりして、下手な劇映画より、本当もうこのコーナーでもうボロカス言ってるようなね、どうしようもない劇映画ねの数々より、ずっと的確な構図、的確なタイミング、的確な順番で全てが画面に映し出されるんですよ。これ本当その劇映画でちゃんとカメラセッティングして照明やって撮ってるって、で、あの体たらくの連中はね、もう本当、ねえ、ちゃんと見ろよっていう、本当的確に全てが撮れてるっていうね、そういうのがある。だからこそこういう、要はそのドキュメンタリーなのに、ジョン・ヒューズの映画の集大成みたいなぐらい、うまいエンターテインメントになってるし、と同時にこれ見た人が多分これをみんな思うことだと思うけど、こんなドラマチックなこと、おごるか？待てよと。そんなドラマチックでもねえんだよな、よく考えると。これ起こってること、要するにあらゆる人生はこうやって追いかければドラマティックってことじゃねえのかっていうね、とこに行き着くんですよ。俺の人生だってずっとカメラが追っかけてれば、それはドラマチックだよな、だって俺の人生だもんなっていうさ。で特に高校3年生の1年っていうのはドラマティック。なぜかといえば、それはその平たく言うとですね、人生をコントロールでまだできない立場だし、まだコントロールする力もない立場なのに、でも今人生を決めろって言われてる年なんですよ、高校3年生っていうのは。普遍的に、だから普遍的にそれはある意味残酷だし、ある意味彼らがものすごく右往左往する様はかわいそうでもあり、でもやっぱりそれは普遍的に感動を読む時期なわけじゃないっていう。ああこれはでもやっぱなんていうかな、人生の価値の普遍性みたいなもん思いが至ったりとかね。でさ、そのなんかその作り込みの部分で言うと、もうこれ完全にドキュメンタリーの範疇を超えちゃってますけど、その思春期の内面を CG でこうさ描いて、こう僕はこんなこと思ってるんだっての CG で描いたりするのも、これはさっき言ったように主観的な観点からリアルを再構築するというそのこの監督の手法なわけですよ。だから厳密にはドキュメンタリーというよりはやっぱりこう半分フィクションなんだけど、もういいじゃないっていうね、よくできてんだっていうね。で既成のその映画で一番近いところで言うと、その青春物で言うとね、初体験リッジモンドハイっていう作品がありまして、若き日のショーン・ペンとかね、出てますけど、これはもともと、後に映画監督として成功するキャメロン・クローっていう監督いますよね。あの頃ペニー・レイントとかさ。キャメロン・クローが、潜入記事、高校生になりすまして、1年間かな、潜入して書いた記事が元になってるんですよね、リッジモンドハイスクールって高校に。だから、もともとがこういうドキュメンタリックなんですよね、初体験リッジモンドハイっていうのは。だから、1年という長いスパンで、これ、それぞれのキャラのエピソードが3分的に語られるっていう意味では、初体験リッジモンドハイが一番、近いとこなんだけど、こちらはよりリアルというか、本当っていうね。だから、本当版リッジモンドハイなんですよ。というようなことで言うと、つまりこのアメリカンティーン、アメリカン学園ものというジャンルを成立させているね、いろんな要素、諸要素を、その圧倒的なリアルさ、それそうだよね、本物を映してるんだから、圧倒的なリアルさと密度で再構築していると。でその結果として究極のジャンルムービー、そのアメリカ学園ものの究極になっちゃってるし、と同時に今までのアメリカ学園ものというジャンルムービーとは全く違う新しい何かになっちゃってると。
という意味で、はい、これ私のね、私なりの言い方をさせてもらえば、これはいわばですね、アメリカ学園もの版アポカリプトだっていう。こういう言い方すると、何、ものすごい心臓を抜き取られたり、追っかけられたりするんです。違うんですよ。だから、その、もともとあったジャンルを、現代的な密度と、現代的な方法論で再構築したら、新しいものになっちゃったっていうのが、アポカリプトの偉いとこだって、僕は前から言ってんじゃないですか。そういう意味で、アメリカンティーンはすげえと。だから逆に、ね、これでもうこのアメリカ学園ものっていうジャンル、ジョン・ヒューズみたいな映画また作ろうぜっていうことがもうできないぐらい、このジャンルにとどめを刺しちゃったんじゃないかっていうぐらい、心配になっちゃうぐらい、ある意味究極的な作品になっていると、は言えるんじゃないかと思いますよ。で、まあ、ことほどさようにですね、素晴らしい作品なんです。本当にエポックメイキングの作品だと思います。なんですが、はい、ここで出た。これ日本特有の問題が浮上しておりました。ただ今私全くですね、最初に試写で見たんで知らなかったんですが、今劇場でね、まあ、新宿バルト9とかで見ると、ジャパニーズティーンという短編がですね、このアメリカンティーンの上映前に、上映されると。これどういうことかというと、まあ、なんかそのこれの宣伝用なんですか、アメリカンティーンを日本で公開するにあたって一般公募したっていう体で、でそれの優勝作品だっていう体で、今この手でって言ってるのは後ほど僕の考えを言いますけど、まあその公募で優勝作品だっつってやるんです。5分ぐらい。で、これどういうのかっていうと、まあ大学生ですよね。最後のクレジットで SFC って出てる方が、その慶応湘南藤沢キャンパスの人たちなんでしょ。だから大学生ですよ。が、なんか20人ぐらいさ、カメラに向かって1人ずつとか2人ずつで、カメラに向かってなんか言うんですよ。今の悩みとか、なんか夢っぽいものとか、なんかサークルがどうしたこうしたみたいなこと。でね、それ自体がもう本当に虐待もないんだけど、それを、要約した字幕がね、その直後に繰り返すんですよ。うん、なんだろうね、サークルが、ね、大変、もう大変なんですよ、サークルが大変だとか出るんですよ。それが延々20組ぐらい繰り返されるんですよ。で、この要約もまた微妙な嫌みがあってね、お前そういう訳し方するみたいな。なんか環境問題、なんだっけ、年金問題がなんとかですとか言ったらさ、社会が心配、みたいな。何その要約みたいな。やだみがあって、これが延々続くという。まあ、一言で言えばもう拷問。アメリカンティーンに対するもしくはレイプが行われている。これは許し難い問題が起こってて、さすがのですね、この番組の構成作家古川君もですね、普段滅多に起こることはない。自分のバイクが盗まれても起こらなかったあの男が、ぶっ殺すと。一言言ってました。誰をお互いしませんがぶっ殺すって言ってました。で、これの何が嫌かって、別にジャパニーズティーンの解説しなくてもいいんだけど、何が嫌かをちゃんとその作った人がもしいるなら言っとくけど、一見若者のリアル、ね、若者のリアル的なことを代弁して見せるようなポーズを取ってるけど、明らかにそのポーズしかないんですよ。いいことを言ったりやったりしてる芸しかないわけ。それが延々続くから結局もうゼロ地点なわけで、俺思うんだけど、これ公募とか言ってくると絶対俺嘘だと思うんだよね。素人だったらもうちょっと自分の言いたいこととかがいびつに出ちゃうって。こんな言いたいことありげのゼロ地点、げのゼロ地点みたいな腐った作品はね、はっきり言って素人には作れないと思う。だから50組の応募作とか言ってるけど、多分集まんなくて誰かでっち上げたんじゃねえの。もし作ったんだったらお前ほんと反省しろよ、マジで。で、その残りの50組はもっと反省しろよ。見てねえけどさ、どんだけひどいんだって話だよ。で、これね、なんで俺このジャパニーズ問題、ティーン問題、関係ないのアメリカティーンこんなうるさく言ってるかっていうと、これ要するに結構根が深い問題で、こんな馬鹿げたことで、このアメリカンティーンという非常に優れた作品の魅力とか価値が、外に伝わると本気でこれを企画した人は思ってるわけなのっていうことなんだよ。アメリカンティーンという作品の進化が、本当に理解できてれば、こんなことが許されるわけないでしょ。全然舐めてるよ。若者をそのまま撮ればアメリカンティーンみたいな作品になるわけがないだろう。さっき僕がずっと言ってた説明を聞いてれば分かると思うんですけど、で、これはね、その前回のその PSI ラビューでも言った日本版取材家問題とか、あと以前やったシンプソンズ吹き替え問題ってあったじゃないですか、とかともつながるような、要するに映画の宣伝って何なんだよっていう問題なんですよ。作品のためにそれは本当になってるんですかっていう宣伝が多すぎるね。で、その結果、届くべき人たちに見てもらってなかったりもすることもあるだろうし、作品のためってそういうことじゃん。その作品の進化が届くべきところにちゃんと届いて見てもらうってことじゃん。ジャパニーズティーンなんかあれがあるおかげで俺ちょっと進めるの辛くなってんだよ、だって。これほんと反省してもらいたいし、ちょっと考えてもらいたい問題だと思います。猛省を促したい、その部分は。ただし、
ね、でも誰が企画したか知らないけど、アメリカンティーンというこの作品をちゃんと公開したのは本当に偉いし、これから見る人はジャパニーズティーンという作品のショック、トラウマを引きずらないでいただきたい。直後に始まるので、そこをなんとか気を取り直して見ていただきたいね。あとはですね、日本のいろんな青春映画みたいな流行りっぽいですけどね、そこで例えば木をてらった設定とかね、そういうのはいいけど、それはそれで楽器に応援団やらせるとかさ、とかじゃなくないだろう、青春映画とかの本質はさ、とかも含めて、本当これを見て爪の赤を煎じて本当賛成してくださいっていう部分本当多いです。でも本当これだけちょっと力説して長くなってしまいましたが、ひっそり公開されてこのままやり過ごすにはあまりにも惜しいですね。本当にエポックメイキングな、傑作だと思います。本気でおすすめです。ぜひ見てください。